さ、もう袋に入っちゃっても76、77のアディダス、多分普通にな、えぐいやん。18ポンドやで、これ全部めちゃくちゃ安いんちゃうん。サッカー系のとかもな、結構いろいろあるね、ほら奥とかに。さあ、ということで今日は、カムデンマーケットにやってきました。で、まあここのいいのは、いろんなね、古着のお店とかが、入ってたり、もうほんまになんか、もうマジで全部入ってるんで、もうなんかまあ、言うたらさ、観光地なんやけど、もうこれいいのは、毎日やってるんで、僕がいつも行ってるなんかそのカーブーツセールとかフレアマーケットとかは基本日曜日が多くて、ただここは例えば旅行でイギリスに来た時に曜日とか合わせんでも行ける時に行ったらいつでもやってるところなんで、一個おすすめっていうので今日ちょっといろいろ紹介していこうと思います。でね、雨降ってるんですよ。でこんなね、フレアマーケットとかカーブーツセールの日に雨降ってたらもう終わりなんやけど、ここは、結構屋根ついてるんで、ほんまにマジでいつでも来れるっていうので紹介していこうと思います。で、まあこういう感じでね、こう飯とかも結構あるから、買い物してて腹減ったらここでちょっと腹ごしらえみたいなのもあり。ただこの雨降ってる日、こういう感じで屋根はあるんやけど、ところどころ濡れなあかん時は出てくるんで、もうその時はもう勘弁で、ほらもう早速なんかさ、ええ感じの店あるで。リーバイス、なんかちょっといろいろつけられてるけど、1個60ポンド、2つ100ポンド、全部だから一緒ね。あ、こっちやったら1個35ポンド、カーハート、リーバイス、みたいな感じでいろいろ売ってます。マジでほんまに多分種類えぐいわ。ここジーンズの宝庫かもしれん、もしかしたら。まあまあほんまにいろんな店あるから1個1個っていうから、なんかパン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 、こういうのあるよ、こういうのあるよっていう感じで紹介していきます。で、僕自身なんかちょっといい感じのキャップ欲しいんで、それ見つかりそうなとこあったらちょっとがっつり探そうかな。店入って、なんか俺これ知らんぞ。ガチャ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 あるわ。アニメ漫画、これ1回何ポンドなんやろ。仮面ライダーとかもあるわ。どういうことや。東京リベンジャーズとかも、東京リベンジャーズの種類多いな、めっちゃあるぞ。1、2、3、4、5、6、7、こっちでも人気なのかな。値段ありました。2ポンドかける5だから1回もうだから10ポンド払わんとあかんねや。で、10ポンド払って5ポンド出てくると、だから1トークン2ポンドで、これやったら2ポンド、2トークンいるから 2×2 で4ポンド合計。これ4ポンド1回回すのに4ポンド。おお、結構ふざけた値段してますね。まあまあ、まあ価値があんねやろな、そのガチャガチャをするっていう。はい、まあもう日本帰るまで我慢します。あ、ゲーセンはあるわ。だまあ旅行に来た人とかはもうこんなんする必要ないな。だからもうほんまにこっちに住んでる人を楽しませるようにあんねやろな、このガチャガチャ。逆にこっちでガチャガチャした外国の方が日本来た時に安って感じてめちゃくちゃ回してくれるかもな、ガチャガチャ。すごいわ、すごい値段してたわ。うわー、ちょっと、うわ、戻るか。もうダッシュで、なるほど、ガチャガチャもあるんだっていうの。あ、なんかめっちゃ良さそうな店あるやん。えぐい、いきなり何、ドイツ代表のユベントスのシャツがちょっと女性用に作り変えられてるわ。ここサッカーシャツてんこ盛りやで。このゾーンはプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッド、35ポンドわーっていろいろあるで。ドクターマーチン95ポンド。まあまあ安いんちゃう。やっぱマーチンとかはこっちで買った方が安いかもな。これ日本円にしても多分どうなんやろ。日本にしたら高いんかな。でも安いと思うで、95ポンドって。25ポンド。こんなんとか。結構いろいろいいのありそうやで。このセーターとかもええやん、なんか。30ポンド。
これポロのなんかあれよな、ナッチャプス、ポロラルフローレンの、ええやん、こことかも。もうドクターマーチの正規店もあるわ、ちゃんと。やっぱイギリスといえばでしょ、多分。わ、だからこれよう写真撮ってんちゃう、みんな分からんけど。写真スポットじゃないの、こんなん。いいやん、かっこええね、やっぱ普通に。すっごいスニーカーに絵描いてる。これ自分のオリジナルのスニーカーゲットできるってこと？書いてるよ。塗ってはるわ今。これありがたいですね。傘いっぱいさせてくれてますわ、雨降ってるから。これありがたい。ほんまな、自分のなんか好みの店1個ぐらいは見つかりそうというか、とりあえず来ちゃえばなんかええのゲットできるんちゃう。ここはほんまになんか全部あるわ。全部旅行でイギリス来た時とりあえず来ていいかもな。前いつでもやってるし。だからああいうなんか何マラドーナおったりとか、上のやつはコービー、ジョーダン、ちょっと見えへんわ、目悪、カリーかとか、なんかまあなんかこういうな、オリジナルの T シャツってなんか海外っぽいよな。日本であんまこんなん作られてんの見えへんよな。良さげなお店ですね。 STCYR ヴィンテージ。ではここちょくちょく行くけど、まあだからここはいわゆるもうほんまにもう古着屋なわけですよ、イギリスの。日本の古着屋とのまあ違いっていうところで言うと、まあこの円安のせいで値段はやっぱ高くなってまうけど、日本ではゲットできひんレアなアイテムっていうのはやっぱ古着屋でゲットしやすいよな。あのカーブーツセール、フェアマーケット行くののめっちゃいいけど、もうマジのレアアイテム、なんか何70年代のアディダスとか分からんけど、そういうマジのなんか古着好きな人、服好きな人、あの激レアアイテム、日本ではゲットできないアイテムみたいなのは見つかるかもしれん。こういうさ、もう袋に入っちゃっても76-77のアディダス550ポンド一応セールなんや。セールでもともと700ポンド7が550ポンドで、なんかちょっといい感じのトミーとかもあるで。トミーヒルフィガーいくらなんやろ、65ポンドディッキーズダブル2 60ポンド、ダブル2とかやっぱな、もういいよな、一番何でも合わせやすい。この辺がすごいよ、この辺が多分普通になレアなんやと思うで。値段すごいもん、かっこいいしな、これ普通に。189ポンド、169が89。え、これ上下でってこと？セットでってことか？ちょっと多分俺ちっちゃいから。あ、でもちっちゃくないか。え、これ普通ねえな、上下セットで89。これもえぐい、189ポンドやってこれ。これも普通にかっこええけど、もう299、300ポンド。さっきのみたいな店行けば、まあ結構レアな。アディダス好きとかはたまらんかもね。結構いろんなトラックジャケットあったから、普通にもしかしたら日本で買えへんようなもあっこには埋まってるかもしれん。でここもなかなかかっこいい。ここも結構おすすめではある。でサッカー系のとかもな、結構いろいろあるね。ほら奥とかに上にさ飾ってあるやん、チェルシー、リバプール、アヤックスとかな、アーセナルとか。うわ、こっちも全部そうやった。ここ結構サッカー系のいろいろあんのよ。でこのさ、これも普通かっこいいやん。これいくらよ、85ポンド。これかっこいいけどな、これ普通に。いや、いろいろいいのあるんちゃう。スペイン代表イグやん、これ2006年ぐらいちゃうん、分からんけど。ちょっとでかいけどな、ええやん、こんなんもでかいけどさ。75ポンド、うん。いやマジでこのナイキかっこいいけどな、普通に。右上のアーセナル売り物じゃなかった、飾ってるもんやと。もしかしたらグーナーなんかもな、店員が。さあさあさあ、ここもいろいろ入ってるから。結構その観光地やから、こういうなんかお土産っぽい店も多いのは多い。だからまあお土産買うっていうのも別にここでもいいんかもしれんな。自分のなんかその古着とかな、服とかを探しがてらお土産も買うみたいなのもあるよ。いくいやん、18ポンドやで、これ全部
めちゃくちゃ安いんじゃん。ちょっと見てみるか。えぐいよ、18ポンドやで、これ全部。かっこいいじゃん。ちょっと上行ってみるか。すごいぞ、なんかいろいろ置いてあるぞ。なかなかいい空間ですね。で、下の階は結構ほとんどが18ポンドっぽかったしな。でかっ。35ポンド。ここなかなか渋いんちゃうか、この店。バブは30ポンドやで。ちょっと俺ね、ちっちゃすぎそうやけど。すごいやん。30ポンドって。マジで。なんか一回ショート動画のコメントで、イギリスの人たちは、現地の人たちは、なんか古着屋ではあんま服買わへんからなみたいな、なんか変な知ったかぶりしてるコメントありましたけどね。今の様子見てもらったら結構いますよ。うん、このちょっとこのフロア2人しかおらへんから説得力弱いけどね。今いろいろ歩いてる時のいっぱいいたでしょ。ここもなんかええ感じです。これもいいやん。50ポンドええやん、めちゃくちゃ。ここ全部5ポンドやって。5ポンド?なんかもう、励まくってるリバプール、まあそれは5ポンドかっていうやつ出てきたわ。ここは10ポンド?安いな、めちゃくちゃ。こんなんもええやん。20ポンドかな?普通にええぞ、これ。いや、いいな、普通にめちゃくちゃ。なんかええ感じの。ないか。こんなん可愛いけどね。 NFL D ボックなんや。10ポンド1個。このお店結構ええな、楽しいな。50ポンド、50ポンドやって。こんなんがもう多分こう折れんやろな。ここちょっと開けて、ここ開けて折るっていうのもええし。50ポンド普通にええな。普通にいいけど、ここはこう行かれへんねや。で、まあここでこう閉じるのもよしみたいなことになるな。あ、全然いいな。50ポンド安いぞ。だいぶこう丈夫やしな。あったかいし、結構。でもいろいろあるな、マジで。この辺なんかええ感じのカーディガンや。綺麗めな。いや、いろいろいいのありますね、この室内。これ、あれ?マトリョーシカ?いっぱい出てくるやつ?あ、ちょっと怖いな、なんかやめとこう。結構、まあ見て回りましたけども、まあまだちょっとね、他にも全然いっぱいあるのよ。うん、ただでももう同じようなばっかを見せることになりそうやし。で、あとね、あの駅からここまで来るのに、まあ歩いて5分から10分、まあ、10分もせんかぐらいやねんけど、その道中も結構ね、いろんな風なんか楽しめるようなお店あるんで、あのもし旅行に来た時はその辺もね、もう楽しめますんで、うん、いいと思います、カムデンマーケットは。うん、やっぱりなんて言っても雨でも、まあ、こういう感じ室内で楽しめる、あと平日でもやってる、いつでもやってるっていうところがやっぱり魅力、うん、でね、なんか途中でいいキャップあれば買おうかなって思ってるって言ってね、この NFL キャップニット帽 B2 買いましたんで、うん、もう僕の今日の目標は達成ということで、まあ、この辺で動画終わろうと思います。ということで、今回の動画面白いと思っていればぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。